さい、そい、はい、そい。はい、皆さん、毎度も、音声のたまさんです。かずまです。はい。よろしくお願いします。本日はですね、京都府にある落合橋というところに来ています。こちらですね、普通に川にかかってる橋とトンネルが、まあ、ひっついてるっていうんですかね。あの、まあ、不思議な作りをしてるんですけれども、まあ、ちょっと雰囲気の方がすごいのでですね、探索の方してみたいと思います。はい、じゃあサプリメントですね、摂取していただきたいと思います。あれね、地味に疲れるわ。じゃあいただきます。ああ、この酸っぱさが目が覚めるね。はい、じゃあ握力測定の方ですね、やっていただきたいと思います。絶対ダメだと思う。じゃあ、行きます。ほいしょ。60.7 でございます。これね、やっぱりね、最初の筋トレがなければ70出るんです。そんな気がするわ。まあ、あのこれがね、60切らんようになんとかしたいですね。頑張ります。じゃあ行きましょう。絶対体力落ちてるの。多分ね、正月の餅の時がね、一番俺をダメにしてる。取り戻すのは大変ですね。餅好きなのよ。美味しいですから。あ、ん、看板が、あ、なんか、うん、あ、え、何、歩いてくるのこれ。無理です。言うほどなってる。嵐山まで 4.7 キロとか言ってそんな歩くの。すごいなぁ。これなかなか、あ、絵力すごいな。これカメラ越しだとすごいでしょ。そうですね。おう、うん、あー、で、あー、奥のがあれか、そういうこと、ね、トンネルってことか。こうやって見るとトンネルそんなに遠くなさそうだね。そうです、明かりもありますね。短そうな、うん、雰囲気すごいですけど。そうね。たっか、まだここ端っこなのに結構あるな。まあ、ね、水難事故も多いみたいで。ほうほうほう。あとやっぱり柵もちょっと低いですからね。そうね、低いよね。まあ、飛ぶ方もいらっしゃるようでっていう、まあ、噂ですけどね。で、まあ、そういった、まあ、事故とかで亡くなった方がこの橋やトンネルで目撃されるっていう話らしいですけど。トンネルは綺麗だよ。ですね。だいぶ綺麗に。あ、違うわ。これ多分もともとは、あの上の、あの、はい、ある感じ、はいはいはい、が、これ補修してんだね。ああ、コンクリになってますね。うん。すごい綺麗。え？なんかさっきから後ろがすごい気になんだよ。街灯あるせいで見えるんすけど、嫌っすね。うん、なんかすごい気になる。何これ、なんかあの、ウィーン。何が発信しますか、これ。俺の百式が。いや、後ろだけ怖いんですって。絵がね、もうね。嫌なんですって。でも、落書きとか全然ないね。ですね。もう、あの、あれですよね、工事した方の図面、直接書いた図面が残ってるぐらいですから、本当にこれ最近直したんでしょうね。ね。でもこれ工事業者さんすごいね、こんなとこまで来て。結構道すごかったですからね。大概じゃなかった。俺は霧が出てる中走ってるから余計なんだけど。全然、あの、歩いた方が速いんじゃねえかスピードになりましたからね。まあでもほら、どっちかっていうと俺は生まれが大阪なので、はははは、帰ってきたぜ感。関西地方に、こう道走っててもそう思うやんね。あ、唯一落書きだ。いや、こっちすごい。うわー、
まあ、でもこっから先はトレッキングコースなんだよね。そうですね、なんかこの脇から川の方に行けるのかな。ちょっとさすがに今足場よろしくないんで。よくないね。ちょっと危ないから。確実にちょっと斜めってるから滑るね。霧がねもうとにかくすごいね。そうですね、本当に危ないんで、ちょっとそっちはあの日中楽しんでください。じゃあいつも通り戻りで。そうですね、僕ちょっとダッシュで車まで逃げますんで、うん、トンネルの方はスピボが鳴らないから、トンネル抜けてからスピボを使ってみて、そうですね、という感じでやってみたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、準備します。はい、それじゃあですね、準備できました。一人で検証ですね、行ってみたいと思います。これ画面で見るとトンネル怖っ。あ、これは怖いわ。普通の視界で見てても、今これカメラのライトのみでやってるんですけども、それでギリギリ、普通のね、これドヤミ、これは怖いな。昼間来るといいとこなんだろうなってのは分かるんだけど、なんか後ろで音がした。ああ、やだな。橋が近くなってきた。これはちょっとやだぞ。あの、向こうの橋の向こう側にですね、街灯が一本だけあるんですよ。それに照らされる感じがめちゃくちゃ怖い。これはやだぞ。画面ちゃんと映ってるのかな？ちょっと暗すぎる気もするんですけど、そろそろじゃあトンネル出るんでスピボ使っていきたいと思います。はい、ではですね、あ、なんか喋ってる。トンネルの中で反応したの珍しくない？あ、ちょっと雨降ってきましたね。こんばんは。どなたかいらっしゃいますか？これ、多分真っ白に見えてると思うんですけど、これ全部霧ですね。やっぱりなんかちょこっとだけ聞こえる。え？何？橋の出口ですね。すごい短時間で着いちゃったので、一旦ですね、ちょうどこの橋の反対側で、定点でもう少し続けてみたいと思います。はい、ではですね、定点の準備終わりましたので、一人検証続けていきたいと思います。ちょっと珍しいですね、こんだけ山奥でもスピボ拾ってるっていうのは。ただ声がめちゃくちゃ小さくて本当に判別不能なんですよ。あ、今のは多分ラジオ拾うの？え、今キャーみたいな感じで喋りましたよね。すごい絵面だろこれ。あ、今のラジオ拾うんだ。え、なんか喋ってる。え、なんかすごいなんか、なんて言うんですかね、僕の語彙力がないのでちょっと説明しづらいんですけども、すごい小さな声で喋ってて、本当に一言を半分に切ったような喋り方。こちらですね、非常に自然が豊かな場所なので、気持ちいい場所かなって思うんですけども、自然を堪能されに来られてるんですかね。え、なんか言ってるんですよ。入ってるかなマイク。え、今の何？ちょっとゾクッとする喋り方だった。今日はちょっと霧とかが出ててあいにくの天気なんですが、こちらにまだいらっしゃるんですか？え？今のラジオ今明かり点滅しんかった？
夜分遅くに失礼いたします。ちょっと雨も降ってきたので、なるべくラジオかな早めに終わりたいと思う。ちょっと待った、今川の方から人の声したよね。どなたかいらっしゃいますか。いないよね、こんな時間にがっつり日またいでるんだけどちょっと怖いな。ではすいません、最後にですね、何か僕と少しだけでもいいのでお話しいただけるとありがたいんですが、もしここに残られてる理由とかあれば教えていただけませんか。ちょっと止めてから全く反応しなくなりました。ではすいません、夜分遅くに失礼いたしました。ラジオね、スピリットボックスですね、止めたいと思います。ご協力ありがとうございました。ちょっと独特な雰囲気があってですね、なんか僕と波長が合わないのか分かんないですけど、すごい怖いです。ここですね、パッと見ただけでも昼間に来るとすごい綺麗な場所かなって思いますので、できればですね、道も危ないですから昼間にですね、景色とか見に来られると本当はいいところかなと思います。ではですね、ちょっと一人検証下手くそになっちゃいましたけども、以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでした。湿度がねまずねめちゃくちゃ高いね。まあ結構いろんなところの感想を述べてきてるけど、まあ、ここ難しいのよ。まあなかなか似た場所ってないっすよね。橋もあればトンネルもあるなんて、なかなか、なんか言葉に言い表せない不安感が、定点でやってたのよ。はい、その時にすごい感じた。歩いてる時はそんな気にならなかったの。あ、定点でやってるともう全方向一応見えるんだけど真っ暗じゃん。はい、明かりがあるせいで余計真っ暗じゃん一応ね見えはするんだけど、はいはいはい、不安がすごい募ってくの。あ、うん、でも僕もその戻ってる最中、こうやっぱり下こう覗いちゃうじゃないですか、でなんていうんですかね、顔が見えたわけじゃないんですよ。でもなんか似合って笑ってるような。イメージが湧いた。そうですね。なんか引き込まれる感じあったんで、いかん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 と思って、真ん中歩いてきました。すっげえ嫌でしたけど。ここね、昼間に。そうですね、景色を見に来るべきだと思う。夜はダメ。そう、本当にいかんすね、ここは。本当に嫌だなって思う。なんで、昼間に行きましょう。はい。ありがとうございました。早く帰りたいので、ザバス高速タイム。残像が。いただきます。抹茶はうめえ。はい、じゃあ締めの握力ですね。まあこれね、動画を撮ってる順番通りなんですけども、高速シェイクの後に握力やったら出ない。いきます。よいしょ。ほらね、56。順調に下がってるやないですか。しんどいのよ。はい、頑張ります。動画の方ですね、何か映ってたよとか何か聞こえたよということがありましたら、コメント欄の方にお願いします。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画で。またね。